皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と闘病生活の気晴らしにね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ血血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、昨日の続きの話になるんですけども、おとといのね、おとといに行ってきた通院の皮膚科と眼科のお話でございます。まず皮膚科なんですけどもね、皮膚科はね、帯状疱疹と、その後のね、神経痛をね、見てもらいました。といっても問診だけやったんですけども、傷口を見せるってわけじゃなかったんですけどもね、その先生との話をしていく中でですね、症状が非常に穏やかになってきているということで、薬の処方がね、なくなりました。ほんで、帯状疱疹後神経痛のことで気になっていたその痛みに対しての、何でしたっけね、睡眠時間が深く関係してくるんちゃうかなと思って、なんか関係してるんですかみたいな感じで、その皮膚科の先生に聞いてみたらですね、別にそこは直接的には関係があるとは言い切れないけども、診察していく中で、睡眠時間をしっかりとってる患者さんとかっていうのは、体を休めることができてるから、そういったことも考えられへんこともないかなっていうふうにね、言われました。でも自分的にはしっかりとね、よく寝た日っていうのは、ほんまに足の痛みもないし、最近ではね、ほんまに神経に沿っての痒みっていうのもね、あまり感じないので、医学的なね、根拠っていうのは先生からは聞けなかったんですけども、自分の体でね、体験して出てきた答えがね、今のところは睡眠時間は長い方がいいよということなので、僕の体にはね、適合しているなと思います。今の体ではですよ、今の体の状態やからこそですけどもね、これはひょっとしたら明日またね、めっちゃ痛くなったら睡眠時間なんか意味なかったやんけってね、答えが覆るかもしれませんのでね、人間の体というのはね、生物なので、そうなったらしゃあないなと思っております。だからそうならないようにね、なるのが怖いし、嫌やからね、早く頑張ってね、寝るようになりました。まだ眠たくなくてもですね、布団に入ってとりあえず寝転んでおくんですよ、コロンってね、子供と一緒にね。そしたらね、気付いたら寝てます。そして朝までぐっすり寝れてるんですわ。で、最近はね、夜中にね、トイレに起きることもなくなったんですよね。もうね、自分の記憶の中ではね、かれこれ3ヶ月ぐらいはね、トイレで起きることもなくなってましたね。暖かくなってきているからなんでしょうかね。でもね、つい1ヶ月ほど前くらいの動画ではね、7月の半ばやのに、動画の中では僕はもう7月やのに寒いから長袖着てますとね、言ってたんですけどね、今日はね、半袖なんですけども、でもなんでかね、その時もですよ、夜中にトイレで起きていることもね、なくなっていましたね。体が変化してきてね、いい感じになってきてるんですかね、わかんないですけど、でもその頃はまだまだその足の痛みはちょっとだけあったんですけどもね。ほんでその時のことを思い出したら、今よりはちょっと 2,3 時間は遅く寝てたような気がします。で、起きる時間が一緒やったんで、言うたら 2,3 時間は今よりも短く寝てたってことになるんですよ。そう考えたらね、やっぱ睡眠時間って大事なんやなってね、思いますね。ほんでね、その帯状疱疹の神経痛の薬の処方がなくなった話ちょっと戻しますけども、それはなんでかと言いますとですね、それはまたその薬がね、実は残ってるからなんですよ。で、その今ね、家に余ってる神経痛の薬をですね、今のペースでというか、ペースというか、スタンスっていうんですかね、とりあえず今の感じで飲み続けて、次の受診の時にどんな感じになってるかっていうのを報告しに行く感じなんですよ。で、そのね、帯状疱疹後神経痛のね、薬というのはですね、以前にもお伝えしましたけども、その前回の通院の時に指示が出されたんですけども、そのね、前回の通院の日から症状がね、穏やかになってきてたので、その自分のね、薬の飲むペースをというか、分量ですよね、1日に分量、飲む分量をコントロールしていってもいいよとね、指示を受けてたんですよ。例えばね、その朝と晩に1錠ずつ飲みなさいとね、指示があったのを、調子がいいから朝1錠だけで、3日間ね、過ごしたりとか、それで調子を確認したら、今度は1日おきの朝
だけ、朝一錠だけとかね。だからそのね、今日朝一錠飲んだら明日は飲まないで、その朝での朝一錠飲むという感じでね過ごしたりとか、それでもいけてたら2日空けるようににとかっていう風にコントロールしていったんです。なのでそのようにしていったから、まだ薬がね余ってましたので、今回そのようにね指示を受けました。まあほんまにね、今はもうほんまに痛みというのがないので、まあひょっとしたらねまた出てくるかもしれませんけども、その時はねまたね受診した時にね指示をねもらいます。それかまたね電話してね薬をもらいに行くことになると思います。まあそうならないのがね一番いいんですけどもね。なのでまあ今はね睡眠時間を長めに過ごすようにしてます。そして次にね眼科なんですけどもね、眼科の先生が変わりました。今回からねほんまにたまたまなんですけども、美人眼科医になりました。というのもですね、まあその春になるまでね、まあ、ずっと同じ男の先生やったんですよ。ほんでまあその春までの男の先生がまあまあ若い先生やって、まあ、年齢も僕と近そうやったし、まあ、ほんまに僕的には割と話しやすい感じの人やったんですよ。ほんでまあそのね、まあ、目のことで、ね、分からんこととか、まあ、不安なこととかを聞いたら、まあ、言葉を濁さずにこうちゃんとはっきり答えてくれるし、当時見てくれてた時のその目の状況をね、まあ、聞いてないとこまで、まあ、細かくこと細かくね説明してくれるんで、めっちゃ信頼のおける先生やったんですけどね、まあ、しかしですね、その年度が切り替わる春を境目にですね、別の病院にね異動になるということで、まあ、違う先生になって違う曜日を指定されるようになったんですよ。しかしですね、その指定された曜日はどうもねその家族とのね生活サイクルが合わないので、まあ、僕もバタバタした感じで病院から帰ってきて家のことをせなあかんかったりするので、まあ、体力的にもね精神的にもね大変だったんですわ。まあ、これは仕事となったらね別に問題ないんですけども、その病院の予約なんてよう考えたらね、こう自由にまあ時間と曜日をね変更できる状態であるのに、まあ、無理にね今の生活のリズムをこう圧迫するスケジュールをね組む必要がないと思いましたので、そのまあ前回のね通院でね、まあ、7月の通院の時にですね、その曜日を木曜日に変えてほしいと言ったんですよ。今木曜日にずっと言ってるんで木曜日に変えてほしいって言ったら、その時の先生がね、あーすいません僕ね水曜日しか行けないんですよって言われたんですけど、まあ、こっちからしたら知らんがなって感じですよ。別にその先生にね、まあ、こんなこと言ったらなんか変な言い方なんですけども、嫌な言い方になりますけども、まあ、見れも何もないわけですし、でまあ僕のデータをね他の先生とねシェアしてもらったら済むだけの話なので、まあ先生が変わるのはもうほんまに仕方ないですけども、でこうなんか渋々感っていうのをねなんとなく出してこう伝えたらですね、まあ、木曜日のね美人眼科医に、ね、なりました。久しぶりにちょっと緊張しましたね、まあいろんな意味でね。ああそうそう、ほんでね僕ねちょっと変わってるんですけども、まあ、というかね YouTube やってるくらいからめっちゃ変わりもんなんですけども、そのまあ先生とかね別に関係なしで、まあ、今回のねたまたま美人眼科医になった人とかも、そのこの先生になる前のね春からまあ2回ぐらい見てもらった先生と、それの春までに見てもらってたそのね年齢も近いええ感じの先生とかも別に関係なしで、あのね眼科の診察してもらってる時って僕結構好きなんですよ。あの視力検査は違うんですけど、あれはねそのね見える見えへんとかっていうそのね上とかね右左とかっていう風なこうこっちで言うだけで、ただの検査やし、見えなくなったらクソって思うくらいやし、で、あの時のね、その専用のメガネとかこういちいちかけ直すのもまあめんどくさいからね、あれは別に好きじゃないんですけども、その先生からその診察室に入って、ね、受ける診察が好きなんですよ。あの暗い診察室に入ってね、その機械に顎をこう乗せてね、あの目の周りをこういらわれながらですよ、眩しいライトに目を当てられてね、まあ、上見て右見てとかっていう風にこうね、涙に色つけますねと言われて、その、ね、下まぶたをペッてこうめくってね、こうなんかちょんちょんちょんってあのインクのついたこう小さい紙をつけられる時とかあるじゃないですか。ああいう静かなねなんか狭い空間でこうしっかりとね診察をしてもらえてる感っていうのを感じるのがね好きでね、ね変わってるでしょう。まあ、ほんでね、まあ、今回からその美人眼科医に変わったわけなんですけども、まあ、最初やからねどんな先生やろうかとちょっとね不安やったんですけども、まあ、春までいた先生にまではちょっと及びませんけども、まあ、それなりにしっかりね細かくね説明をしてくれたのでね、まだ良かったかなと思います。結構こと細かくねこれまでの状況のね話も聞いてくれたし、それによって今どうなってるかっていう説明もしてくれたしね、
あとね、目薬の差し方の頻度とかもね、まあ、カルテを見たらね、すぐ分かるようなことであっても、先生がね、もうすでに分かるようなことでもですよ、まあ、こっちにちゃんとね、細かく聞いてくれるし、そしたらね、こっちももうしっかり答えやすいじゃないですか。なんかたまにいません？どう答えたらいいか分からん質問してくる人。まあ、そりゃこっちがね、こう伝えなあかん、伝えなあかんと思ってることとか、まあ、悩み事とかっていうのがね、めっちゃある状態で診察してもらってたら、ね、軽くさらっとね、どうですかってこう聞かれただけでね、こっちからね、聞かれてもないようなことまで、べべべべべってこう喋ってしまうことはありますけども、まあ、そこまで悩み事もないようなね、どこも痛くないような状態での、ただただそのね、定期検診っていう感じやったら、いや別にってこうくらいにしか話さないでしょう。でも今回のね、美人眼科医はですね、まあ、初対面っていうところもあったのか、カルテに要注意患者としてね書かれたのかは知りませんけども、もう細かく細かく聞いてくれたので、すごく安心してね、身を委ねることができました。ほんでまあ肝心なね、その目の状態と症状なんですけどもね、その目の表面のね、傷もね、少なくなってきてるし、あの視床角膜炎もね、出てきてないんで、すごくね、症状がね、穏やかですとね、診断されました。ほんでね、まあ、これもね、皮膚科と同じなんですけども、目薬の処方が今回はなかったんですよ。そのね、こと細かくその症状を聞いてくれた他にもですね、その今の目薬の差し方の状況とかね、まあ、家に余ってる状況もね、聞いてくれたんです。でそれはね、その毎回その目薬をもらって帰ってきてましたけども、実際に目薬って1回に刺す分量って固めに1滴なんで、たくさんもらって帰ってきてもね、余るんですよ。まあ、そうですね、1箱でだいたい4週間持ちますよっていうやつが2箱あるんで8週間分あったんですよね。でしかもその前回よりも前に渡されたその箱っていうのがまだ余ってるので、まあね、家が目薬だらけになってしまっているわけなんですよ。まあ幸いね、目の調子がね、いい状態の日もありましたので、まあ、そこまで多く刺すこともなかったんです。もうそのこともね、逆に先生からこう聞いてくれてきたんで、もうほんまにね、あの最初から最後までね、安心して診察してもらうことができました。なのでね、まあいろんな意味でね、次の受診がね、楽しみです。そんな感じでね、皮膚科での薬の処方がなくなったことと、眼科でいい感じの先生に担当してもらえたというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。